かわいい、ありがとうございます。寝起きじゃないです。寝起きってどこまでが寝起きなのかな。朝はマスクです。アナちゃんはさっきやってたの？寝起きはどこから寝起き？みんな寝起きじゃない？起きて10分以内。いやー、10分は経ってるね。全然経ってる。そう、パーカーなんですよ。かぶれちゃう。かぶんないけど。こんなんか多分あれこれって椅子の音。これね、腹筋のやつのあれにさ今座ってんだよね。腹筋鍛えるやつ、これが置いてあったから座ってる椅子になってるもん。アンダーコア、アンダーコアって言うんだっけ、これ忘れちゃった。アンダーコアなのかな。ハートありがとうございます。全然使ってないけど。結構前だよね。おはようございます。あ、ちょっとロップかけますね。なんでマスクしてるの？朝だから。今日は何も食べてないです。まだ後で食べる。朝ごはんいいね。今日の朝ごはんバナナでした。あ、私も後でバナナ食べようかなって思ってた。おはようございます。ハートありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。バラもありがとうございます。超眠たいね。朝から餃子いいな。いいね、餃子ね、食べたい。すごい餃子食べたい。朝からがっつりもいける、全然。私も柿あと1個あるから柿食べようかな。おはようございます。あと時間ないからね。いいな、なんか皆さんいろいろ美味しそうなの食べて。おはようございます。
飽きました。カップラーメン私全然食べないですね。好きなんですけど全然あんま食べない。たまに食べると美味しいなって思う。すごいカップラーメン、ラーメンそんな食べないんですよね。まずうちで起きた。おはようございます。今日やばいな前髪。うちらもね一回行ったから。あ、一人暮らししたら確かに私も食べちゃうかもしれない。今はさ家に帰ってきたらさ作ってくれたりとかご飯が用意されてるからカップラーメン食べることないけど、そうだね、一人暮らし始めたら私も食べちゃいそう。レッスン場行くときお昼は何食べるの？その時によるね。めっちゃ動くって分かってるときはね結構食べていかないと、私はお腹すくと力本当に出ないのでめっちゃ食べる。ねえ、実際大変そう。自分なんか私作るのはいいけど多分ねお皿洗いとかがめんどくさくなるタイプだと思う。そっちな気がする。あ、でも食洗機使えばいいのか。使わないやつもあるじゃないですか。まな板とか洗うのめんどくさそうだなと思っちゃうか。作るのはいいんだけどそこがねめんどくさくて、食べるのもなんか嫌じゃん、ずっと置いてあるの嫌だから結局やらなそう私一人暮らしする予定ないんですけどね全然。してみたい気もするんだけど、したらしたで多分めっちゃ、私はねまだ無理かな。ちょっとしてみたいけどね。1週間だけやりたい。今日は15分だけです。一人旅もいいね。私全然一人も好きなんですよ。 AB 型だから。 AB 型ってね一人好きなんですよ。みんなといるのも好きだけど一人も好きみたいな、全然一人でもいいみたいな感じなんですけど、だから一人旅とか私全然楽しそうだなって。キャンディーありがとうございます。割と一人好きなので、最近はね、そう最近一人で服買えたんですよ。最近一人で買い物に行ったんですけど、そこで一人で服も買えたし、一人でコスメも
そうそうそう、ちょっと店員さんで聞きながら買えたし、成長したんですよね本当に。一人で試着室入りましたもん。今まではお母さんといないと試着室も入らなかったんですけど、そうそうそう、まず買えなかったし、で欲しい服屋さん、私の好きな服屋さんがあって、でそう新作でねワンピースが置いてあったんですよ。あ、可愛いなと思って、欲しいなって思ったんですけど、そうそう、眺めてたら店員さんが声かけてくれて、で一回ちょっとね、そんなすぐに買えないじゃないですか。そうそうそう、だから何、他のところとかいろいろ回ってて、結局戻ってきて試着して買いました。まだどう、ショールームでは着てない。結構お気に入りだから、なんかちゃんとした時に着たいな。どうもありがとうございます。服屋でやんわり断るの得意ですなるほどね、確かに。私もたまに断る時もある。可愛い系なんだろう、私は可愛い系よりもなんだろうな、なんて言うんだろう、個性的、個性的、なんか私服と衣装の間ぐらいの服が好きなんですよ。伝わるかな、これ。なんか丈がちょっと違ったりとか、なんて言うんだろうね、ハートありがとうございます。すごい一個好きなブランドがあるんですよ。でもさ、一人って言ってもさ、ご飯食べるのはさ、なんか一人は寂しいなって思うんですよ。あと一人でご飯食べると運気下がるらしいし、だからね、ご飯は誰かと食べたいなって思う。だからあまり外で、例えばちょっと朝から出かけて昼もずっと外にいるってなって、まあ夜までいるなら、お昼ご飯どっかで食べるんですけど、なんか3時とかに帰るならなんか家で食べようってなりますね。外で一人は寂しい。いやでも一人暮らしの方とかもしょうがないじゃないですか。そうそうそう、なんか家族と暮らしてる方は、ね、なんかなるべく人と食べた方が運気が上がる、上がるか分かんない、一人で食べると下がるって聞いたことあって、でも一人でご飯食べるの楽しい時もありますよ、もちろん。でまだかな、そこは。あ、これ見ながら食べてる人は2人ってことですよ勝手にショールーム見ながら食べたらそれは2人カウントです。221ありがとうございます。202202パチパチありがとうございます。パチパチありがとうございます。
食べながら見てることがいい。じゃあ運気上がります。今日なんかショールームちょっと見ながら食べて、1500人食べたことない。確かに。じゃあもう運気上がりまくりですね。ハートありがとうございます。パチパチもありがとうございます。じゃあそろそろランキング読んで今日は終わりにしたいと思います。2日連続で飛ぶ15本だけなんですけど申し訳ないです。明日はね長くできるかなと思います。じゃあランキング読みます。13位ありがとうございます。12ありがとうございます。11ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。エルテス絡まったありがとうございます。カサ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 マスクの音がね。では皆さん今日も見てくださってありがとうございました。あ、今日は土曜日ですね。なんかずっと平日って感じがする。今日は土曜日なので皆さんいい一日にしてください。私も頑張ります。ではまた明日、バイバーイ。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。